伊勢崎線は、東京都台東区の浅草駅から、群馬県伊勢崎市の伊勢崎駅を結ぶ東武鉄道の鉄道路線である。また、東京スカイツリー駅引船駅間の、線像扱いである、押上駅から引船駅の区間も伊勢崎線の一部である。2012年3月17日より、浅草駅東武動物公園駅間及び、押上駅引船駅間には、 東武スカイツリーラインという路線愛称名が付けられている。駅ナンバリングの路線記号は、浅草駅東武動物公園駅間及び、押上駅引船駅間が TS、和子駅伊勢崎駅間が t i 東武鉄道として、最初に開業した北千住駅区域駅間を含む創業路線であり、東京の下町にある浅草駅から、 埼玉県の東部地域と都根地域を経て、群馬県、栃木県の両毛地域を結ぶ。東部日光線や野田線などを含めて、東部本線を構成する路線の一つで、東部日光線や東上線とともに、東部鉄道の主要幹線である。路線延長は1 1 4 5トルで、JR や第三セクター鉄道を除く日本の私鉄の路線の中では、 最も長い。2012年には、成平橋駅の貨物ターミナル跡地に、東京スカイツリーが開業し、成平橋駅は、東京スカイツリー駅に駅名を変更した。路線相称の、東武スカイツリーラインは、東武グループのシンボルである、東京スカイツリーを中心とする、東京スカイツリータウンにつながる路線であることに、由来する。駅南は、 東京近郊の通勤、通学路線としての側面を有する一方で、東京都を起点とする、関東大手施設の幹線、本線では唯一 JR 山手線との接続駅を持たず、起点の浅草駅は、構造上の理由で7両編成以上の入線に、制約があり、ターミナル駅としての機能が弱い。そのため北千住駅から、東京メトロ日比谷線、押上駅から、 東京メトロ、半蔵門線、東急田園都市線との相互直通運転を行うことで都心部への利便性と輸送力を確保している。そういった経緯から浅草駅に代わって多数の路線が結節する北千住駅が実質的なターミナル駅として機能しており、1日平均上降人員は東武鉄道の駅でも東上線の池袋駅に次いで多い。 北千住駅から北越谷駅までの複々線区間は日本の私鉄最長である。また、東武動物公園駅で日光線が分岐し、ケゴン・キヌをはじめとした日光、キヌ川温泉方面に直通する特急列車が浅草駅から発着しており、観光路線としての側面も有する。東京日光間の輸送においては、かつては国鉄の東北本線、 日光線と競合関係にあったが、現在は、東部が完全に優位な状況にあり、JR 新宿駅、池袋駅から途中で、東部線に直通して、東部日光駅に至る、特急、日光、絹川の設定など、日光、絹川温泉方面の輸送において両者は、協力関係にある。一方で、輸送人員が少ない両毛地域は一部の駅が、無人駅であり、 末端区間は、ローカル線としての側面も有する。このため、合理化の一環として、特急を除く、全列車が、立林駅で、系統分離されており、立林駅以北のすべての一般列車で、ワンマン運転化されている。2006年のダイヤ改正以降、浅草駅伊勢崎駅間の全線を直通する、列車は、特急、両毛の一往復のみであり、 大半の特急、両門は、大田駅から、気流線に直通する。ラインカラーは、東武スカイツリーライン区間が、青、東武動物公園駅以北が、赤となっている。各駅の駅名表には、浅草駅東武動物公園駅間がオレンジと、青、東武動物公園駅伊勢崎駅間が、赤と黒が使われている。押上駅は、東京地下鉄の管理駅のため、 東武鉄道のラインカラーは、駅番号のシンボルマークに留まっている。前述の通り、東京メトロ日比谷線及び東京メトロ、半蔵門線、東急田園都市線と、相互直通運転を行うことで、都心直通による利便性の向上と長編成による輸送力の確保を実現している。なお、1990年から2003年まで、 東京スカイツリー駅にあった地上ホームは重量、対応だった。このホームの跡地に東京スカイツリータウンが建設されている。当路線は1899年に北千住駅区機間駅を開業したことに橋を発する。開業当初は2時間間隔で1日7往復の旅客、貨物混合列車の運転だった。その後も北へ路線を延伸し、 1903年に、利根川の右岸に位置していた川又駅まで開業したが、この当時、東武鉄道は、経営難に陥っていた。その後、1905年に、根津海イ郎が、東武鉄道の社長に就任した後は、彼の経営手腕によって利根川を加京することが、断行され、1907年に、足利町駅まで開業した。これ以降は、貨物輸送によって、 経営難から逃れ、1910年に伊勢崎駅までの全線開業にたどり着いた。その一方、都心側のターミナル駅選定には難航する。1902年に北千住駅から東橋駅へ延伸開業したものの、亀井戸線が開業して、総武鉄道両国京駅への乗り入れを果たした1904年に、引船駅東橋駅間を廃止した。 これによって一時は、両国橋駅がターミナル駅となったが、1907年に、総武鉄道が国有化されると状況は急変し、東武鉄道は自社のターミナル駅を保有することを迫られた。そこで、廃止していた引船駅東橋駅間を1908年に再開業し、1910年に東橋駅を浅草駅に改称した。これが、 伊勢崎線の駅で初めての駅名解消となる。対象に入ると輸送量の増加により都心側の随所で複線化及び電化が行われた。1912年に浅草駅金ヶ淵駅間が複線化されたのを皮切りに1920年に東京市内の全区間が1922年に当初開業区間で ある北千住駅茎駅間が伏線化された。1924年に浅草駅西新井駅間が電化されたことを機に、東武鉄道発の電車として出ハ1型が製造、運行された。1923年には荒川放水路の工事により、金ヶ淵駅西新井駅間の線形が変更された。この線形変更に際し、 北千住駅西新井駅間は開業当初のルートよりも北方に線形を取り、現在の小菅、五丹や梅島の各駅を経由するようになり、北千住駅小菅駅間で可橋することとなった。金ヶ淵駅、堀切駅間は放水路の右岸に沿った直線的な経路となったものの、両駅の構内で急カーブを生じるようになった。なお、金ヶ淵付近の急線は、 荒川の中となっているため痕跡は残っていないが、西新井駅付近は、西新井工場の構内線路に流用され、小菅駅付近西新井駅の急線は大部分が、道路に、一部は、住宅地等に転用された。そのため、足立区梅田7丁目の梅田通り終点には、東部鉄道急線の後の石踏みがある。昭和に入ると、当時としては、 東京一の繁華街であった浅草への乗り入れで、京成電気軌道と競合し、激しく争った。その結果、京成は1928年に、京成電車疑国事件が起きて、乗り入れを断念し、道路線が1931年に、浅草雷門駅への乗り入れを果たした。開業年度における1日平均乗車人員は1255人で、あり、 東武鉄道で最も乗車人員が多い駅となった。しかし、第二次世界大戦後の復興によって、山手線のターミナル駅に都市機能の拠点が形成されると、山手線と接続しない、道路線は、沿線開発で不利な状況に追い込まれた。1955年頃に、北千住から、新橋や、東京八重洲を結ぶ。 地下鉄道建設を運輸省へ数回にわたり出願したが、すべて却下された。このような状況のもと、東路線は1962年に北千住駅を介して、英断地下鉄日比谷線との直通運転を開始した。東京の地下鉄と郊外電車で直通運転を開始したのは、京成押上げ線と都営地下鉄浅草線の直通運転についでに、 例目であった。日比谷線との直通運転により来た住駅、浅草駅間の通過人員が減少し、一時的な減収は避けられなかったものの、それを上回る勢いで、沿線開発が進んだことにより、輸送人員が芝叩く間に増加していった。マンモス団地と歌われた草加松原団地や、竹里団地などの入居が開始されたのも、道路線が、 日比谷線との直通運転を果たした直後である。1966年には乗り入れ区間が北カスカベ駅まで延長され、日比谷線直通列車が6両編成になった。さらに1981年には東武動物公園駅まで延長され、同年に開園した東武動物公園の宣伝にも一役買った。沿線開発が進むにつれて、 ラッシュ時は激しく混雑するようになり、特に北千住駅では、準急列車と日比谷線との乗り換え客の列で、ホームが埋め尽くされることもあった。1969年度の周期交通量調査では、朝ラッシュの再混雑区間である、小菅駅北千住駅間の混雑率は248%を記録し、当該年度では、大手施設の路線で最高値を計上した。 輸送量を増強すべく、1971年には、日比谷線直通列車が8両編成になり、1972年には、地上車の8両編成が、営業運転を開始したものの、これ以上の長編成化は、浅草駅の制約により困難であった。当時の朝ラッシュ時の上りダイヤは、千元台駅から、北千住駅が平行ダイヤで、増発の余地もなかった。 重量編成の列車が営業運転を開始したのは1986年であるが、これは東武鉄道の主要幹線の一つである、東上本線と比較しても10年ほど遅い時期である。そこで、運転本数の増加に努めるべく、関東私鉄発の複々線化が事業化され、1974年に北千住駅竹の使い期間で竣工し、共用を開始した。 同区間では、ラッシュ時の本数が大幅に増加しただけでなく、準急のスピードアップにも貢献した。複々線化は1988年に草加駅まで伸ばされ、その際に実施されたダイヤ改正で日中の準急が毎時4本から毎時6本に増発された。平成に入ると、それまで増加傾向にあった輸送人員がピークを迎えたが、 ラッシュ時の北千住駅は乗り換え客により混雑を極め依然として危険な状態が続いていたそこで北千住駅での乗り換え客を減らすべく1988年に浅草会場車制度が1990年に押し上げ会場車制度が導入されたこれにより北千住駅を経由する定期券を所持していれば浅草駅 成平橋駅を経由しても都心に行き来できるようになった。押し上げ迂回乗車制度が導入された時に行われたダイヤ改正に合わせて、成平橋駅に重量編成が入線できる地上ホームが新設された。朝ラッシュ時の混雑率は190%程度で推移する状況が続き、さらなる輸送力の増加と北千住駅の抜本的改造が求められた。 これが一段落したのが1997年であり、北千住駅の立体化と越谷駅までの複々線化が完工し、私鉄最長の複々線を持つ路線となった。複々線は2001年に北越谷駅まで伸ばされ、その距離は 18.9km に及ぶ。これらの事業は、特定都市鉄道整備事業計画に認定されたもので、 総事業費は840億円であった。福福線が完成した2001年のダイヤ改正では、朝ラッシュ時における竹の塚駅北千住駅間の上り列車で毎時45本が運行されるようになった。この一路線の1時間あたりの運行本数は、関東私鉄において最大であった。また、2003年には、押上駅を介して、英断地下鉄、 半蔵門線、東急田園都市線との直通運転を開始し、重量編成の優等列車が初めて都心へ直通するようになった。この直通運転に際して、引船駅押上駅間が新規に建設されたが、正式には引船駅、成平橋駅間の複々線化として扱われており、押上駅は成平橋駅と同一駅扱いとしてみなされるようになった。 この事業も特定として道整備事業計画に認定されたもので、総事業費は843億円であった。成平橋駅の地上ホームはこのダイヤ改正で廃止され、跡地に東京スカイツリータウンが建設された。半蔵門線との直通開始により市中でも重量編成が運転されるようになったが、浅草駅発着の準急を基軸とした。 従来のダイヤを継承していたため、半蔵門線直通列車は少数に抑えられていた。しかし、2006年のダイヤ改正は、種別面変更を伴うほどの大規模な白地改正へとなり、半蔵門線直通列車の急行を基軸としたダイヤに刷新した。一方で、日中は、久喜駅と大田駅で一般列車の運用が分断され、 特に大田駅伊勢崎駅間で運用される普通列車は全列車がワンマン運転となり3両編成に減車された特急列車は従来のダイヤを継承したが1日1往復の特急両毛を除いて浅草駅伊勢崎駅間の直通列車は廃止された2013年のダイヤ改正で東急東横線が 東京メトロ副都心線と直通運転を開始したことに伴い、東横線と日比谷線の直通運転が終了となり、日比谷線の車両運用に余裕が生じたため、日比谷線との相互直通区間が日光線、南栗橋駅まで延長された。朝ラッシュ時の混雑率も140%程度まで緩和したため、このダイヤ改正で、上り区間急行列車の増解決運用が、 廃止された。また、大田駅伊勢崎駅間で運用されるワンマン列車のうち一部が立林駅まで直通するようになった。令和に入ると快適通勤取利便性向上を図るために関東の大手施設では座席指定列車が増加した。これまで道路線で運行されていた特急列車はすべて浅草駅発着であり、 都心部からは乗り換えを必要としていた。一方で、日比谷線直通列車は、当初から、普通列車のみの運転であったため、速達性に難点があった。東武鉄道の一般列車は20メートル車体が、標準であるが、日比谷線直通列車は18メートル車体であった。ために扉位置が合わず、ホームドアの整備にも、支障をきたしていた。これらの弱点を補うために、 2020年のダイヤ改正で日比谷線直通列車として初めての優等列車である TH ライナーを導入した。折しも新型コロナウイルス感染症の世界的流行により鉄道の移動需要が全国的に低下している時期での運行開始となった。このダイヤ改正前に18メートル車体の2万系が運用から離脱したことにより一般列車が すべて20メートル車体に統一され、北越谷駅を皮切りにホームドアが整備されている。都内区間では高架化事業が進み、西新井駅だけの塚駅間の複々線区間に残された2カ所の踏切は2022年までに除却される見込みである。大手施設の路線で最も長い114.5キロメートルの路線距離を有しており、区間によって 沿線状況は大きく異なる。時点の近鉄大阪線が全線副線であるのとは、対照的に、伊勢崎線は、複々線区間から、単線区間まで存在し、区間によって、輸送密度が大きく異なる。東京都の浅草駅から、群馬県の伊勢崎駅までの、全区間が、関東平野の定地にあり、駅間で殿川や荒川とをはじめとする多くの一級河川を、渡る。 トンネル区間は、東京メトロ、半蔵門線と直通する押上駅から、引船駅までの一区間のみである。東京の下町にある区間で、戦争時、東京スカイツリーをはじめとする有名観光地を通る。戦前の密集市街地が残されており、全体的にカーブが多い区間である。浅草駅は、東端式ホーム3面4線を有するターミナル駅で、あり、 江戸通りと馬道通りに挟まれた位置にある。関東では、初めての百貨店併設のターミナルビルとして開業し、第1回関東の駅100線に選定された。駅舎は、隅田川とほぼ並行しているが、ホーム先端で、制限速度時速1 5トルの急カーブにかかり、隅田川橋梁を渡る立地の制約により、入線可能な列車は一番線のみ8両編成。 その他は6両編成までに限定される。2020年に隅田川橋梁沿いには、隅田リバーウォークという名称の遊歩道が整備され、線路横の遊歩道を歩いて隅田川を渡れるようになった。またそれと同時に、線路高架下,下に東京水町と呼ばれる商業施設が開業し、レストランやカフェ、雑貨店、ホテルなどが利用できる。隅田川の左岸側で、 墨田公園の南側を通り、北実験川と並行して東に進むと東京スカイツリー駅であり、改消前の駅名だった成平橋は駅の南西側に位置する。駅南側にあった貨物ヤードは土地区画整理事業によって東京スカイツリータウンとなった。押上駅の北側で進路を北東に変えると、京成押上線と並走し、 さらに、進路を北に変えると、東京メトロ、半蔵門線押上駅に直通する支線と、亀戸線がそれぞれ合流し、引船駅となる。明治通りと三戸街道を高架で立体交差すると、東向島駅で、高架下に、東武博物館がある。解消前の駅名だった玉の井は、駅の北東側に位置していた。高架を降りながら、進路を北東に変えると、 相対式ホームの内側に通過線を有する金ヶ淵駅であるが駅構内で進路を北東から北西に変えるため通過列車でも時速 45km の速度制限を受ける荒川の右岸側に並行する直線区間を進み首都高速6号向島線を地上で立体交差すると堀切駅で駅の西側に東京未来大学が隣接する ホーム全体が曲線上にあり、見通しが悪く、左カーブとなる下り線に、汽笛水面標識が設置されている。進路を西に変える途中で川の手通りと京成線の、高架を斜めに、立体交差すると、牛田駅であり、道路を挟んで南側に位置する、京成赤屋駅と接続する。駅西側で牧定通りと、わずかに並走し、 留置線を挟む形で上下線が離れる。進路を北に変えて、大踏切通りを渡ると、常磐線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスと並走して、東京都足立区最大のターミナル駅である北、千住駅に至る。伊勢崎線及び、本線系統の駅では最も上高人員が多い、駅であり、朝ラッシュ時の再混雑区間も、同駅までの上り線となっている。 押上浅草方面の列車は2面4線の地上ホームに、東京メトロ日比谷線に直通する列車は2面3線の高架ホームに発着する。東武鉄道の路線で最初に開業した区間であり、日光街道と並行して付設された。日比谷線と半蔵門線の2路線が相互直通運転する区間であり、 東京近郊のベッドタウンとして宅地開発が進められている。北千住駅から北越谷駅までの1 8 9トルは私鉄最長の複々線区間であり、環球分離による高密度運転と優等列車の高速運転を実現している。北千住駅の北側で進路を北東に変え、高架ホームからの線路が観光線に合流する。複々線区間は、 外側が急行線、内側が観光線であり、優等列車が停車しない駅は観光線のみホームが設けられている。荒川放水路橋梁を渡ると、首都高速中央環状線と交差し、小菅駅。東側に東京高知所が近接する。進路を北西に変える途中で、常磐線、東京メトロ千代田線。 つくばエクスプレスの線路を交差し、直線区間に入ると、五端の駅。直線区間のまま、日光街道を立体交差すると、梅島駅で上下線のホームが縦に直列する形で設けられている。梅島駅の下り方に観光線と急行線を連絡する渡り線が設けられており、TH ライナーはこの先の区間で急行線を走行する。 下り急行線から大四線への連絡線が分岐し、地上に降りると、西新井駅。伊勢崎線の都内区間では、数少ない京城駅であり、駅構内に、大四線大島駅の改札を有する。駅の北側で間の名通りと地上で、立体交差すると進路を北に変え、千住建尺竹の塚分室を通り過ぎると、高架化工事が着工された区間となり、 下り急行線は高架になる。エミエルタワーだけの塚の東側を通り過ぎると、竹の塚駅であり、日暮里、舎人ライナーの開業前は特別区で最も北に位置する駅だった。直線区間を進んで毛長川を渡ると、埼玉県に入り、進路を北東に変えて、総価バイパスを地上で立体交差する。上下線とも、高架区間になると、八塚駅であり、 駅構内で進路を北に変える。直線区間を進むと、草加駅で、急行線に通過線が設けられている。多数のバス路線が乗り入れており、他路線と接続しない、伊勢崎線の単独駅では最も上高人員が多い駅である。電川を渡ると、独協大学前草加松原駅で、駅名の由来となった、独協大学は、駅の南西側に、 福駅名である、草加松原は、駅の東側に位置する。改装前の駅名だった、松原団地は、駅の西側に広がっていたが、老朽化に伴い建て替え事業が行われている。東京外環自動車道と、立体交差すると、日田駅、綾瀬川を渡ると、鴨も駅である。効果が高くなると、新越谷駅で。 北側で、武蔵野線の効果を超える関係でホームは、駅ビルの4階にある。東口のロータリーで、南越谷駅と接続し、伊勢崎線の駅では、北千住駅に次いで、上高人員が多い駅である。効果が低くなると、越谷駅で、総会駅と同様で急行線に通過線が、設けられている。元荒川を渡ると、北越谷駅である。 同駅から先は再び伏線区間となる。北越谷駅の留置線を通り過ぎると高架を降りて、草加バイパスを地上で立体交差すると大袋駅。直線区間を進むと対比線を有する千元台駅で終日に渡り急行列車との緩急接続が行われる。新片側を渡ると西側にある竹里団地を通り過ぎ竹里駅。 一の割駅の先まで直線区間が続き、野田線を地上で立体交差すると進路を北西に変えて、かすかべ駅に至る。東武鉄道の基幹路線が交わる三面七線のターミナル駅で、一部のアーバンパークライナーは、野田線と直通運転が行われている。改札口が東口と西口に分かれており、市街地が分断されているが、駅を含む前後の区間で、 連続立体交差事業が行われている。再度進路を北に変え、岩月春日部バイパスと立体交差すると北春日部駅であり、対比線を有する。直線区間となり、東側にある南栗橋車両間区春日部支所を通り過ぎると姫宮駅。姫宮落とし川を渡り、進路を北西に変えると東武動物公園駅である。 東武スカイツリーラインの愛称区間はこの駅までであり、駅名の由来となった東武動物公園は、駅の南西側に位置する。駅の所在地は、宮城町であり、改装前の駅名だった杉戸は、大落ち、琴音川の対岸にある杉戸町にちなむ。日光線と分岐した後は、住宅街が、駅間で途切れ、車窓からは、田園地帯が広がる。 大落ち古都根川と並走して直線区間を進むとは小駅。首都圏中央連絡自動車道を地上で立体交差し、進路を北に変えると東北新幹線と立体交差し、宇都宮線と並走して久喜駅に至る。半蔵門線直通列車が乗り入れる終着駅であり、日中の運行系統も、 特急列車を除いて、区域駅を境に分断されている。郊外に進むにつれて、モータリゼーションの進展が著しくなる区間であるが、並行する東部日光線と比較すると、各駅の上降人員が多い。区域駅の北側で進路を北西に変え、直線区間を進むと、和紙宮駅。ラキスタの聖地巡礼により、初詣の参拝者数が、 大幅に増加した和紙宮神社は、駅の北側に位置する。青毛堀川と、並行して、田園地帯を抜け、東北自動車道を地上で、立体交差すると、花崎駅。埼玉県の県営公園の一つである加造花崎、公園は、駅の南側に位置する。市街地を直線区間で進むと、加造駅。進路を北西に変えて、加造羽入バイパスを地上で、 立体交差すると、南羽生駅であり、この区間の駅間距離は、伊勢崎線で最長である。進路を北に変えると、羽生駅で、秩父鉄道秩父本線の乗り換え駅である。羽生駅の北側で利根川を渡るが、利根川橋梁は、単線のトラス橋が並列しており、上り線の橋梁は複線化の時に建設された。利根川の左岸側から、群馬県に入るが、 その先にある、川又駅は、利根川橋梁の架橋前は、利根川の右岸側に位置していた。直線区間を進むと、森寺前駅で、駅の東側に、文福茶釜の舞台となった、森寺島花園の東部トレジャーガーデンがある。東毛広域幹線道路を地上で、立体交差して、南栗橋車両管区立林市所を通り過ぎると、立林駅、 切り欠き基ホームを有する二面五線のターミナル駅で、佐野線と小泉線の乗り換え駅である。東口の旧駅舎は、洒落た模様の窓がある洋館風の駅舎であり、第2回関東の駅100線に選定された。7両編成以上の列車が乗り入れられるのも、立林駅までであり、2013年までは朝、ラッシュ時の区間急行で当駅から10両編成に、 増結し、北千住駅で6両編成に解決する運用が存在した。単線区間であり、合理化の一環として、上高人員が少ない一部の駅は、無人駅となっている。また、すべての普通列車が3両編成のワンマン、運転であり、ローカル線の風情が強くなる。工業団地を多数要する大田市と伊勢崎市、の人口は増加傾向であり、上高人員も、 増加傾向にある。立林駅の北側で進路を北東に変えると、小泉線が西側に、佐野線が東側に分岐する。国道122号と並行し、立たら駅。山川を渡ると、栃木県に入り、田園地帯に入る。県駅の周辺は、数軒の民家を除き田園風景が広がるが、南側に産業団地が造成されている。 進路を北に変えると、民謡の八木節ゆかりの地である八木塾をルーツとする、市街地に入り、福井駅。足利バイパスを地上で立体交差すると、東武泉駅で、伊勢崎線の駅では、唯一の短式ホームである。渡瀬川と並走しながら広角間に入り、進路を北西に変えると、足利市駅である。 接近メロディとして使用されている渡瀬橋は西側に実在する同盟の橋で見る夕日をモデルに作詞された。進路を南西に変えると野州山部駅の先で高架を降りる。矢場川を渡り、足利バイパスを地上で立体交差すると再度群馬県に入り、ニラ川駅の先で国道122号を地上で立体交差する。 スバル群馬製作所本工場の東側で、架区間となり、進路を西に変えると、小泉線と並走し、大田駅に至る。三面六線のターミナル駅であるが、伊勢崎線と紀流線に直通する両毛号が、到着するホームは、北側の二面四線である。高架化当初は、大田駅伊勢崎駅間のみ特急列車を除いて、ワンマン運転を行っており、 運行系統も、大田駅を境に分断されていた。大田駅の西側で、桐生線と平面交差し、進路を南西に変える。高架を降りると、関東学園大学を通り過ぎて、細谷駅。西武工業団地を通り過ぎると、木崎駅で、駅の北側に札幌ビール、群馬工場が隣接する。東門広域幹線道路を地上で、 立体交差すると、田園風景が広がり、そのまま、上部道路を地上で立体交差すると、余量電駅である。駅北側に、小島工業団地が広がるが、伊勢崎線で、最も上高人員が少ない駅である。早川を渡ると、市街地に入り、境町駅。進路を北西に変えて、再度東網広域幹線道路を地上で立体交差し、 カスカワを渡ると、津吉駅である。広瀬川とカスカワに挟まれた、市街地に入り、群馬県道293号降臨羽黒線を、高下で、立体交差するが、すぐに、地上区間になる。国道462号を地上で、立体交差すると再度高角区間となり、進路を北に変えると死に瀬崎駅。 伊勢崎市の中心市街地が西側に広がり、伊勢崎市役所の最寄り駅である。その中心市街地を囲うような線形で進路を西に、変えると、両毛線と並走し、終点の伊勢崎駅に至る。立林駅、大田駅間においては、1994年10月に沿線自治体が、 東武鉄道複線化促進規制同盟会を結成し、毎年複線化の要望を行ってきた。2006年9月に東武鉄道は、工芸新聞の取材に対して、10年間で3割近く利用者が減少しており、複線化は実現の見通しがないことを明らかにした。また、同区間では、小泉線経由の方が距離が短いが、 両駅間を結ぶ直通列車の運行は、伊勢崎線経由に限られ、小泉線の営業記録数も伊勢崎線に合わせる形ではありましされている。当線で運行される列車及び、運行本数は以下の通り。運転時間帯は4時58分翌1時16分。日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。特急特急は、 専用車両を使用し、特別料金を徴収する、座席指定制列車として運行される。以下の列車がある。詳細は、各記事を参照。このうち、両毛、リバティ両毛が浅草から、東武動物公園以北の伊勢崎線方面へ、直通する。両毛の主な運行区間は、浅草駅、大田駅気流線の赤木駅間であり、 浅草駅伊勢崎駅間全線を運行する列車もある。スカイツリーライナーは東部スカイツリーライン愛称区間内の浅草駅、カスカ駅間で運行され、アーバンパークライナーは浅草駅からカスカ駅を経て野田線の大宮駅、野田市駅まで直通する。スカイツリーライナーとアーバンパークライナーは停車駅案内では特急ライナーと表記され、 特急料金の扱いなども他の特急列車と異なっている。その他の列車は東武動物公園から日光線方面に直通する列車である。ケゴン、キヌは使用車両の100系の愛称であるスペーシアを総称として使用することも多く、これを関してスペーシアケゴン、スペーシアキヌと案内されることも多い。なお、リバティケゴン、リバティキヌ、リバティアイズ、 リバティ両網は、使用車両の500系の愛称である、リバティを冠した列車名が正式な列車名である。このほか、2020年6月5日まで、東部宇都宮線直通の下付けが設定されていた。TH ライナー2020年6月6日に運転を開始した、東京メトロ、日比谷線直通の有料座席指定列車。休行約10分間隔で、 半蔵門線、田園都市線へ直通する急行急行は、久喜駅、日光線南栗橋駅発着で、押上駅より、東京メトロ、半蔵門線に乗り入れ、渋谷駅を経由して東急田園都市線の中央林間駅まで運行される列車である。引船駅東武動物公園駅間は、主要駅のみ停車して、速達輸送の役割を担う。 路線図上のシンボルカラーはノーピンク。英文表記はエクスプレス。車両の種別表示では赤色で表示される。当種別は2003年3月19日の半蔵門線直通開始と同時に通勤準急として東武動物公園駅南栗橋駅発着で運行を開始し、平日ダイヤで朝に上り4本、夕方に降り19本が、 と、休日ダイヤで、上り1本下り2本が設定された。2006年3月18日ダイヤ改正からは、現行の休行に名称が変更され、東武動物公園駅区域駅間が、運行区間として拡大されるとともに、ほぼ終日にわたり運行されるようになった。なお、それまでの別途料金が必要な休行は特急に、種別変更された。全列車が重量編成であり、 終日約10分間隔で運行されている。日中は1時間に6本運行されており、総会駅と宣言台駅で緩急接続を行う。ただし、総会駅は複々線区間の関係で遅延が生じた際に接続が行われないこともあるほか、夕方、深夜の一部の下り急行は、カスカ駅で緩急接続を行う定期列車もある。 また朝夕のラッシュ時には、西新井駅、新越谷駅、越谷駅で、環急接続を行う、定期列車もある。朝と夜には、東武動物公園駅発着も数本、設定されている。2006年3月18日から2013年3月15日まで、日中は、久喜駅、南栗橋駅発着が1時間に3本ずつ交互に、運行されていたが、 工術する日比谷線直通区間が南栗橋駅まで延長されたことや、日中に1時間に3本設定されていた、区駅発着の区間準急列車の廃止に、伴い現在の本数に変更された。2013年3月16日のダイヤ改正により、平日夜間の日光線方面の区間急行廃止に、伴い運行時間帯が拡大された。 日中は1時間に6本で、すべて、東急田園都市線内を各駅停車で運転される。朝、夕には、久喜駅、南栗橋駅長津田駅間の運転や、東武動物公園駅長津田駅、中央林間駅間の運転も設定されている。2006年3月18日のダイヤ改正による、半蔵門線直通列車の大増発に伴い、 九鬼駅及び日光線の南栗橋駅で系統分割が行われた。このため、九鬼駅では、縦林、大田方面の南栗橋駅では新栃木方面の各駅停車列車に相互接続が考慮されている。また、引船駅では浅草発着列車との相互接続も考慮されている。なお、越谷駅や草加駅で特急の通過待ちを、 行うことがある。区間急行区間急行に充当される1万50型、区間急行は主に、浅草駅、北千住駅縦林駅間及び、日光線南栗橋駅間で運行される。北千住駅東武動物公園駅間では、主要駅のみ停車して、速達輸送の役割を担い、その他の区間では各駅に停車する。路線図上のシンボルカラーは、 薄ピンクで、英文表記は、セクションエクスプレス。車両の種別表示では、赤色で表示される。2017年4月21日改正ダイヤでは、下り列車は、浅草駅基準で平日が5から9.16から23時台、土休日が5から9.21から23時台、上り列車は、東武動物公園駅基準で平日が5から9.22から23時台、 土休日が5から9.23時台の運転となっている。基本的に6両編成であるが、平日はサラッシュ時の館林駅、南栗橋駅、浅草駅間、ユーラッシュ時に設定されている、館林駅行きの一部列車では8両編成で運転される。なお、北千住駅発着も区間急行であり、急行とはならない。 2006年3月17日までは、準急として、伊勢崎線、日光線、宇都宮線の全線で終日運転され、東武本線の特別料金不要の速達列車として、最も長い歴史があった。1936年当時の停車駅は、浅草上成門駅、成平橋駅、受付駅、引船駅、玉野駅、北千住駅、西新井駅、 草加駅、越谷駅、カスカベ駅、杉戸駅以北の各駅であった。日比谷線との直通運転開始以降、浅草駅北千住駅間の輸送力が激減したことに伴い、1963年から数回のダイヤ改正を経て、浅草駅北千住駅間が全列車各駅停車となった。1967年4月15日に、宣言台駅が、 1997年3月25日に新越谷駅が停車駅に加わった。2003年3月17日までは成平橋駅発着列車。2006年3月17日までは伊勢崎駅発着と東武宇都宮駅発着もあった。しかし、2006年3月18日のダイヤ改正から、 現行の区間急行に名称が変更された上で、運行区間、本数、時間帯が削減された。区間急行となった後も2009年6月5日までは、東武日光駅発着の列車も存在していたが、いずれも立林駅、大田駅や新栃木駅で、系統分割された。さらに、2013年3月16日のダイヤ改正によって、 日光線の新栃木駅発着の区間急行は、南栗橋駅から新栃木駅間の普通列車や、浅草駅東武動物公園駅間の区間準急に置き換えられる形で大幅に削減され、南栗橋車両管区新栃木出張所への入出港を兼ねた6050系の一往復のみとなった。この列車も2017年4月21日のダイヤ改正で、快速。 区間快速が廃止されたことに伴い廃止された。また2013年3月16日のダイヤ改正で平日深夜の北カスカベ駅行き1本が廃止され区間急行の北カスカベ駅への停車が廃止され、さらに2017年4月21日のダイヤ改正で平日夜間のカスカベ駅始発1本も廃止された。2020年6月6日のダイヤ改正で 伊勢崎線大田駅発着が廃止され、立林駅発着に短縮となった。2013年3月16日以降は前述の、通り最大でも8両編成での運行であるが、準急時代の1986年8月26日から2013年3月15日までは、ラッシュ時に10両編成での運行もされていた。10両編成運行開始当初は、 朝ラッシュ時の南栗橋駅引船駅間の上りのみであったが、後に運行時間、区間が拡大し、最大時には朝夕ラッシュ時の立林駅、南栗橋駅、成平橋駅間で運行されていた。しかし、2003年3月19日のダイヤ改正にて、成平橋駅発着列車が全廃南側の運行区間が北千住駅までに短縮され、 2013年3月16日のダイヤ改正によって重量編成での運行が全廃された。重量編成で運行されていた当時には、南栗橋駅、立林駅及び北千住駅、引船駅で増解決作業を行い、新栃木駅、大田駅方面及び浅草駅方面へ直通運転を行う列車もあった。平日朝の上りには、地下鉄、 半蔵門線直通車両が使用される列車が一本存在したが2013年3月16日のダイヤ改正で当該列車は休行となりこの運用は廃止された。準急朝夕に運行される半蔵門線田園都市線へ乗り入れる準急準急は久喜駅日光線南栗橋駅発着で押上駅より東京メトロ 半蔵門線に乗り入れ、渋谷駅を経由して東急田園都市線の中央林間駅まで運行される列車である。その他に、半蔵門線内発として、清澄白川駅発の列車が早朝に設定されている。東急田園都市線内では、急行や準急または各駅停車として運転される。路線図上のシンボルカラーは、緑で、英文表記は、 セミエクスプレスもしくはセミ EXP。車両の種別表示では緑色で表示される。押上駅から新越谷駅間の停車駅は急行と同じで、新越谷駅区期駅、南栗橋駅間は各駅に停車する。全列車が重量編成であり、早朝から朝ラッシュまでと深夜に運行される。なお、平日上りの最終順急は押上駅で、 半蔵門線確定渋谷方面に行きに乗り継ぐ。2003年3月19日の半蔵門線、直通開始当初は、区間準急として平日ラッシュ時以外に運行されていたが、2006年3月18日のダイヤ改正から、現行の準急に名称が変更された上で、早朝から朝ラッシュ後までと深夜のみの運行となった。かつては、 長津田駅北越谷駅間で、準急運転を行う、下り列車があった。この当時、東急線内は上りかつ平日しか設定されなかった。その後、2014年6月21日のダイヤ改正で、東急線の下りかつ、土休日にも設定されたため、平日朝の区駅発長津田駅行きの一本は、全区間で準急として、東京メトロ車で運転されている。 準急が運行される時間帯は普通列車の大半は北越谷駅発着となり新越谷駅区駅南栗橋駅間で各駅に停車する準急が同区間における各駅停車の役割を果たしている。また、宣言台駅で特急の通過待ちを行う列車も存在する。また、南栗橋駅発着の列車は南栗橋駅で 東武日光方面の区間急行、急行列車と接続する列車も存在する。急行同様、引き船駅で浅草方面発着列車との接続が考慮されている。列車種別案内などでは、準急は区間急行の回種別側に記されているが、準急が各駅に停車する越谷駅、東武動物公園に駅間では、区間急行は宣言台駅と春スカ駅のみに、 停車する一方、準急が途中無停車である、引船駅北千住駅間では、区間急行は各駅に停車する。したがって、準急と、区間急行はその間急順位が、全区間で一定しない。そのため、下り列車では、引船駅で準急に抜かれた、区間急行が、千元台駅、または、春日カ駅で準急を抜き返し、上り列車では、 北か須か駅、または千元台駅で、区間急行に抜かれた準急が、引き船駅で追いつくダイヤになっている。なお、以前の朝夕のラッシュ時の一部の上り準急列車は、千元台駅で抜かれた、区間急行を、金ヶ淵駅で抜き返し、引き船駅以南には、準急の方が先に到着するというダイヤが組まれて、いたが、煩雑さの解消と利便性の確保のため、引き船駅まで、 区間急行を先行させるように改めた。区間準急区間準急は主に、浅草駅東武動物公園駅間で運行され、一部は、久喜駅発着、立林駅発着、日光線南栗橋駅発着で運行されている。また運用の関係で、北千住駅発着、北越谷駅発着、北春日部駅発着もある。 急行線を走行する北千住駅から新越谷駅間の停車駅は急行と同じであるが、それ以外の区間では各駅に停車する。2013年までは日中にも運転されていたが、現在は朝ラッシュ時と夕ラッシュ時に運転されている北越谷駅発着の、普通を保管する形で朝と夕方以降に運転されている。また、土休日運行の区域駅行きは、 東武動物公園駅で後発の南栗橋駅行きとの接続を行う。基本的に6両編成であるが8両編成で運転される場合もある。なお、2013年3月15日までは平日朝の区間急行の折り返しと夜間の北、千住駅発北春日部駅行きの1本のみは10両編成で運転されていた。路線図上のシンボルカラーは黄緑で、 英文表記は、セクションセミエクスプレスもしくはセクションセミ EXP。車両の種別表示では、緑色で表示される。当種別は1997年3月25日より、運行開始。北千住駅南栗橋駅間で30分おきに、運転され、浅草発北かスカベ行きの列車も深夜に1本のみ、設定された。 2003年3月19日から、日中の北千住駅発着列車を延長、増発して、引船駅北千住駅間ノンストップの押し上げ、半蔵門線方面直通列車が設定されたが、朝湯を中心に、北千住駅発着と浅草駅発北、春日部駅行きも残存した。準急の節で述べた、停車駅の違いによる問題から、 2006年3月18日のダイヤ改正から押し上げ、半蔵門線方面への区間準急が、準急に名称変更され、浅草駅、北千住駅発着専用の種別となった。同時に運転区間も浅草駅北千住駅間、東武動物公園駅、大田駅間に延長され、浅草駅発着が主となった。北千住駅発着は朝夕に限定され、 2009年6月6日に北千住駅が2013年3月16日に北千住始発が廃止された。その後、北千住駅は2013年に北千住始発は2017年4月21日にそれぞれ復活した。昼間時間帯の浅草駅区域駅間は廃止となり、浅草駅竹の塚駅間の普通列車に格下げされた。 区間急行同様に、北千住駅発着も、区間準急であり、準急とはならない。2020年6月6日のダイヤ改正で、伊勢崎線大田駅発着が廃止され、立林駅発着に短縮となった。平日朝の下りに、前期の区間急行の折り返しとして、地下鉄、半蔵門線直通車両が使用される列車が1本、存在したが、 2013年3月16日のダイヤ改正で休行となりこの運用は廃止された。普通普通は縦林や駅で運転系統が分離する普通列車は主に以下の区間で運行される。車内や駅でのアナウンスでは各駅停車と称される。路線図上のシンボルカラーはグレーで英文表記はローカル。青色またはモノクロで表示される。 北千住駅東武動物公園駅、南栗橋駅間の列車は7両編成、ワンマン運転区間では3両編成、その他は基本的に6から8両編成で運転される。浅草駅北千住駅間、日中は1時間に6本の運行で、いずれも引き船駅で、半蔵門線直通の休行と、相互接続を行う。 2020年6月6日のダイヤ改正までは、竹の塚発着をはじめ北千住北に行く列車もあった。この改正で、東向島駅、牛田駅間と小杉駅、梅島駅間を利用する場合、同一ホームでの接続が一切できなくなったため、この区間の利便性がやや低下した。浅草駅発着の区間急行や区間準急が運行される時間帯は、 運転本数が減少する。主に6両編成で運転される。北千住駅東武動物公園駅、南栗橋駅間、早朝、深夜の一部列車を除く、全列車が、北千住駅から、東京メトロ日比谷線に乗り入れる。日中は1時間に6本の運行で、総会駅と千元台駅で休行と、緩急接続を行う。千言台駅では、 発着間隔が上下で異なっており、下りは急行発車後すぐに発車するが、上りは半数の急行の直後に特急が通過するため、特急通過がなくとも、運行間隔を一定にする目的で、急行の4分後に発車する。北千住駅北越谷駅間の複々線区間では、観光線を走行し、ラッシュ時は北越谷駅発着列車も多い。 車両運用等の詳細は、日比谷線との直通運転を参照。久喜駅立林駅間、日中は休行の接続を受ける形で1時間に3本、程度運行される。かつては、大田駅まで直通する系統もあったが、2020年6月6日の、ダイヤ改正で全列車が、立林駅で、系統分離された。 立林駅発着の区間急行や区間準急が運行される時間帯は運転本数が減少する。立林駅では各路線との接続が考慮されている。この区間は重量編成に対応しているが、日中は主に6両編成で運転される。立林駅、大田駅、伊勢崎駅間、日中は1時間に2本程度運行されるが、半数が、 立林駅、大田駅間での運行となる。特急、両毛屋さんとの接続が図られたダイヤを組む。立林駅と大田駅では接続する、各路線との接続が考慮されている。この区間は6両編成に対応しているが、全列車が3両編成で運転され、ワンマン運転を行っている。前期の区間に含まれていない。 東武動物公園駅区域駅間では、特急以外の全列車が終日各駅に停車するため、普通列車はごくわずかである。この区間で完結する列車は存在せず、下りは北春すか駅、東武動物公園駅発立林駅行きが、各2本、上りは立林駅発東武動物公園駅行きが、平日1本、休日4本のみ設定されている。 臨時列車この節で単に、準急と記したものは、2006年3月17日、以前に設定されていた準急を示すこととする。旧準急通勤準急種別名変更された、旧準急は、区間急行旧通勤準急は、急行を参照。通勤快速1987年7月21日の、ダイヤ改正で廃止された種別である。 北千住大田、新大平下間で、快速運転を行う種別で、休日にも運転されていた。廃止時は、東武日光駅、東武宇都宮駅発着の上下一往復のみ、設定されていたが、所要時間は、北千住駅かすかべ駅間で、上り35分、下り31分であり、準急を追い抜かすことはなかった。この影響で、 北千住駅かすかべ駅間の休日、上りダイヤでは、前後の準急が14分開いた。当主別が廃止された後、伊勢崎線では6往復だけ設定される準急へと、してしばらく名残が見られ、日光線では、東武日光駅、東武宇都宮駅発着の準急として2006年3月17日まで名残が見られた。車両は、 日光線方面発着列車であっても4扉、通勤車が用いられ、種別表示に、通勤快速がない車両では、快速と表示されていた。かつて5000系が登場直後に重当された種別でも、ある。準急 AB2003 年3月18日までは、浅草駅伊勢崎駅間で運行されていた準急の一部が、北千住、大玉を速達運転する。 準急 A として設定されており、北千住駅東武動物公園駅間のみを速達運転する準急 B と区別していた。ただし、種別表示では単に準急と書かれ、東武時刻表の当該路線のページや放送などの旅客案内上も A や B という故障は用いず、東武動物公園北千住間準急大玉で、 準急などと、準急運転区間の駅名を用いて案内されていた。準急 A の廃止により、準急の速達運転区間が、北千住東武動物公園間に統一された。準急 B の停車駅は、現在の区間急行に引き継がれているが、東武動物公園以北の乗り入れ区間が、立林駅、南栗橋駅までに縮小されている。快速。 区間快速2017年4月21日のダイヤ改正で廃止された種別である。快速、区間快速の停車駅は日光線内で違いがあるが、伊勢崎線内では同じである。東武動物公園駅から日光線、鬼怒川線、野岸鉄道合図鬼怒川線、合図鉄道合図線を経由して、 栃木県の東部日光駅及び福島県の合津田島駅に至る長距離列車であった。シンボルカラーは以前は赤、オレンジであったが区間快速設定後は快速が青、区間快速が水色。伊勢崎線内の停車駅は急行より少なかった。詳細は東部日光線快速、区間快速を参照のこと。 廃止直前では6050系が充当されており、多客時には1800系が使用されることもあった。前述した同じ区間のつく区間急行と区間準急は浅草駅北千住駅間は各駅に停車するが、区間快速は浅草駅北千住駅間では途中東京スカイツリー駅のみ停車する。当初は2012年3月17日に、 成平橋駅から解消した東京スカイツリー駅にも同日から一部の特急が停車していたが、快速や区間快速は通過していた。2013年3月16日より、快速や区間快速と共に停車駅となったが、日中の運転本数が1時間に1本から2時間に1本に削減された。この列車は関東の大手私鉄の料金不要列車では唯一。 関東外の地域まで乗り入れていた。浅草と日光及び福島を結ぶ、料金不要の長距離列車として50年以上、走り続けてきたが、2017年4月21日の特急、リバティ運行開始に伴い廃止された。ダイヤ改正直後のゴールデンウィークは、かつての快速停車駅に加えて、日光線の南栗橋駅と栗橋駅に停車する。 臨時列車として運転された。以下の路線との相互直通運転が実施されている。野岸鉄道合図絹川線、合図鉄道合図線絹川線新藤原駅を経由して、特急、リバティ合図が浅草駅から野岸鉄道合図絹川線経由合図、鉄道合図線合図田島駅まで運行されている。1日4往復運転され、500系が充当される。 2017年4月21日のダイヤ改正までは、快速、区間快速列車が運行され、6050系が、充当されていた。観光シーズンには、夜行列車も運行され、300.350系が、充当される。東京メトロ、日比谷線東京メトロの乗り入れ車両。日比谷線は、南栗橋駅まで、半蔵門線は、 南栗橋駅と久喜駅まで直通する北千住駅を経由して普通列車が日光線南栗橋駅から東京メトロ日比谷線中目黒駅まで運行されている。戦前より東武鉄道は独力で都心までの路線延伸を起としていた。戦前期には筑波港速度電気鉄道の免許を使って 北千住駅上野駅間の延伸を果たそうとしたが、買収価格を引き下げようとした結果京成電鉄に購入されてしまい失敗した。高度成長期には北千住駅から上野、新橋方面までの延伸を計画したが、都心乗り入れは地下鉄との相互直通運転でという都市政策上計画を断念し、1962年5月31日の 北越谷駅から、英断地下鉄日比谷線人形町駅まで相互直通運転開始により都心直結を実現した。相互直通運転開始後、沿線の埼玉県草加市や越谷市などは、東京近郊のベッドタウンとして人口が急増した。翌1963年2月28日には、相互直通運転区間を東銀座駅まで延長し、 1964年8月29日の日比谷線前通により中目黒駅までの乗り入れを開始した。1966年9月1日には北春日部駅まで相互直通運転区間が延長され、同年の竹里団地解説もあって埼玉県春日部市の人口が急増した。さらに1981年3月16日からは、 同日に、杉戸駅から解消された東武動物公園駅まで、相互直通運転区間を延伸した。これにより、日比谷線区間内でも、東武動物公園行きが参りますと、駅名が連呼され、日比谷線各駅の案内でも、北、千住、東武動物公園方面と表示されるようになり、3月28日に、開業した東武動物公園の宣伝にも一役、買った。 日比谷線は2013年3月15日まで、東急東横線とも相互直通運転を行っていたが、当時から三車を直通する列車はなく、伊勢崎線方面からの列車は中目黒止まりとなっていた。2013年3月16日には東武、日光線南栗橋駅まで相互、直通運転区間が延長された。ただし、それ以前にも例外として、 2003年3月19日より朝に1本のみ、南栗橋発中目黒行きの普通列車が設定されていた。この列車は、東武鉄道の車両での運行であった。このほか南栗橋車両管区への入庫のための、前運用として、東武鉄道の日比谷線直通用車両による、東武動物公園駅発南栗橋駅行きの普通列車が運行されていた。 北千住駅東武動物公園駅間の各駅停車は一部を除いて全列車が日比谷線直通列車である。日比谷線では2社の車両が使用されており、列車番号末尾アルファベットの T は東武所有車両、S は東京メトロ所有車両、K は東急所有車両を示しているが、東武鉄道の車両は東急東横線に乗り入れることができず、 東急の車両も伊勢崎線に乗り入れることができなかった。また東京メトロの車両は東部、東急への乗り入れが可能であるが、結局日比谷線経由で3車を直通する列車は設定されなかった。各車間の走行距離調整の関係上、東部の車両は日比谷線内のみで運転される列車にも使用されている。また2013年3月16日改正ダイヤでは、 東武車2本が、日比谷線内の千住県車区で、メトロ車2本が、南栗橋車両管区かすかべ支所で、それぞれ夜間留置となる、外泊運用が組まれている。どの列車が、どの会社の車両で運転されるかは、マイライン、東京時刻表の列車番号欄などでわかる。東京メトロ、半蔵門線、東急田園都市線東京メトロ、半蔵門線、 または東急田園都市線に輸送障害が発生した場合のみ運転される急行北、千住行き押上駅を経由して、急行、準急列車が、久喜駅、日光線南栗橋駅から、東京メトロ、半蔵門線経由東急田園都市線、中央林間駅まで運行されている。日比谷線との直通運転開始後、沿線の人口が急増するとともに、 伊勢崎線も乗客が急増した。東武鉄道は、北千住駅以北の複々線下で輸送力増強、混雑緩和を図ってきたが、北千住駅での日比谷線との乗り換えに伴う混雑が、非常に激しくなり、抜本的な改良が求められた。同一ホームでの乗り換えから、伊勢崎線と日比谷線に乗り場を分離する北千住駅重走化が1996年7月に、 完成し、ホームに乗客が溢れる状況は軽減された。北千住駅の重装化と並行して、さらなる混雑緩和対策として、もう一つの都心直通ルートを検討した結果、当時東京北東部への延伸計画のあった、半蔵門線との直通運転を行うこととなった。当時の低都高速度交通営団が、水天宮前駅から押上駅まで延伸。 東武鉄道が、引船駅から、押上駅までの連絡線引船駅間の、先造扱い建設を行い、2003年3月19日より、直通運転が始まった。半蔵門線直通列車は東急田園都市線まで、乗り入れ、久喜駅、南栗橋駅、押上駅渋谷駅、中央林間駅で運用される。これにより、東武の車両が、営業運転としては初めて、 神奈川県内でも見られるようになった。一部に、北越谷駅、東武動物公園駅や田園都市線の鷺沼駅、長津田駅発着列車が運行されるほか、平日の上り最終列車は、押し上げ止まりとなる。走行距離は、南栗橋駅中央林間駅間 98.5km、久喜駅中央林間駅間 94.8km となる。 車両は三車の車両が使用され、列車番号末尾アルファベットの T は東部車両、S は東京メトロ車両、K は東急車両を表している。日比谷線、東横線と異なり、東急車の一部を除き三車への乗り入れが可能であり、上述のような三車直通電車が運行される。ダイヤの乱れが生じた場合は、この限りではない。なお、 走行距離調整の関係などから、東部車両は、田園都市線から、半蔵門線の押上駅で折り返す列車を呼び、長津田駅中央臨間駅間の区間、運転列車にも使用されているほか、東部車両の2本が、長津田車庫で、東急車両の2本が、南栗橋車庫で、それぞれ運用終了、夜間留置となる、外泊運用が組まれている。 前述の日比谷線直通列車と同様、どの列車が、どの会社の車両で運転されるかは、マイライン、東京時刻表の列車番号欄などでわかる。事故などのトラブルで、直通運転が不可能となった場合、伊勢崎線から、半蔵門線に直通する列車は、北千住駅にて折り返す。また、半蔵門線側から、伊勢崎線に直通する列車は、 終着駅である押上げにて折り返し運転を行う。このため、三社の車両には通常は使用しない北千住の行き先表示が用意されている。しかし、直通運転が中止された場合の東部線内での運用は原則として東部の車両となっている。行き先が北千住となった場合、電車は北千住駅で折り返し運転を行うのではなく、一度、 引船駅に改装される。一定時間退避した後折り返し、北千住駅へ向かう。この時、引船駅押上駅間は、普通となり、両駅を結ぶ列車が運行されなくなるので、押上駅へ行く時は、東京スカイツリー駅からの徒歩連絡となる。それに合わせて、大手町駅北千住駅間では、東京メトロ千代田線に乗るよう案内される。そのため、 運行トラブルが発生すると、北千住駅押上駅大手町駅間で通常、時よりも所要時間がかかる。東京メトロ、半蔵門線直通列車の運転再開までに、要する時間は、東京メトロ、日比谷線直通列車の運転再開までに要する、時間よりも長くなる傾向にあり、夜間に、ダイヤの乱れが生じた場合は、東部、東京メトロ、東急の車両が、 各自の車両基地に戻れないことがある。前述の普通による影響を考慮し、2013年度より、東武線の折り返し運転の設備が整備されることになった。具体的には、引船駅2番線と押上げ駅1番線をつなぐもので、整備は2013年10月末に完了し、北千住方面からの折り返しが可能になった。しかし、 実際に使用されたことは2017年時点ではない。かつて使用されていた車両昭和30年代以降、創業時から戦前までの車両及び機関車、貨車は割愛。かつての乗り入れ車両2005年5月9日から、半蔵門線、東急田園都市線での導入に合わせて、平日朝ラッシュ時間帯の上り誘導列車を対象に、 女性専用車が設定された。2006年3月27日から日比谷線での導入に合わせて、平日朝ラッシュ時間帯の日比谷線に直通する、上り普通列車にも女性専用車が設定された。混雑率が低い浅草駅行きの普通列車は女性専用車が設定されてない。対象となる列車は、東武鉄道の公式サイトに掲載されているほか、 駅構内へ掲出されている時刻表に記述されている。女性専用車はいずれも最後尾の車両に設定されている。小児や体の不自由な人と、その会場者、保護者も性別不当で乗車できる。2020年度の朝ラッシュ時再混雑区間は、小菅駅北千住駅間であり、ピーク時の混雑率は104%である。 混雑率は1995年度まで180%を超えていたが、北千住駅の改良工事が完了した1996年度に170%を下回った。その後も輸送力の増強と輸送人員の減少により、混雑率は緩和傾向が続き、半蔵門線との直通運転を開始した2002年度のダイヤ改正では、 ピーク1時間あたりの輸送力が、私鉄最大の51,540人となり、混雑率が150%を下回った。その後のダイヤ改正は、輸送辞任の減少に合わせて輸送力を削減した、ことで、混雑率は2012年度まで140%程度で、推移していた。2013年度のダイヤ改正では、朝ラッシュ時に運転されていた重量編成の、 区間急行がすべて8両編成になり、輸送力が大幅に削減された。その一方で、輸送人員の減少に歯止めがかかったことにより、混雑率は150%程度で推移している。2017年度のダイヤ改正では、それまで朝ラッシュ時間帯のピーク時に運行されていなかった特急列車が初めて設定された。種別や、 車両位置に関わらず、全体的に混雑率が高く、北千住駅を7時40分8時10分頃に到着する列車が最も混雑する。10両編成で運転される急行及び準急は、半蔵門線に直通し、8両編成で運転される区間急行より、混雑率がやや高い傾向がある。7両編成で運転される普通は、 日比谷線に直通し、同様に混雑する。ピーク時の前後に運転されていた竹野の、塚駅始発浅草駅行きの普通列車は、混雑率が非常に低かったが、2020年度のダイヤ改正で廃止された。2008年度の1日平均通過人員は、北千住駅小菅駅間が526,730人で、あり、伊勢崎線で最も多い。 北千住駅は、伊勢崎線で、最も上降人員が多い駅であり、同駅を介して、日比谷線との相互直通運転が行われている。牛田駅北千住駅間の追加値平均通過人員は153,984人であり、北千住駅小菅駅間の3割程度になる。押上駅を介して、半蔵門線との相互直通運転が、 行われているため、日比谷線と半蔵門線の直通列車が経由しない、浅草駅、東京スカイツリー駅の一日平均通過人員は五万四千四百十四人まで減少し、北千住駅小菅駅間の一割程度になる。埼玉県との都県域をまたぐ竹の塚駅、八塚駅間が三十九万五千七百三人、福々線区間の北端にあたる越谷駅北。 越谷駅間が29万1344人、東武スカイツリーラインの北端にあたる、姫宮駅東武動物公園駅間が13万805人で、あり、東武スカイツリーラインの愛称区間は、東京県の通勤路線として機能している。東武動物公園駅で日光線と分岐するため、東武動物公園は股間の1日平均通過人員は6万1799人に、 減少する。久喜駅で JR 宇都宮線と接続するため、和子駅久喜駅間の1日平均通過辞任が59,729人で、あるが、久喜駅和紙宮駅間で66,385人に増加する。その後も1日平均通過辞任が減少し、群馬県との県境をまたぐ羽生駅川又駅間が26,526 26人。 副線区間の北端にあたる森寺前駅、立林間が24,518人で、北千住駅小菅駅間の5%程度となる。立林駅で、佐野線と小泉線に接続して、単線区間となり、立林駅、立た駅間は16,514人に減少する。単線区間は、上皇辞任が1000人に満たない駅も存在する。 大田駅より先は1日平均通過辞任が8000人を下回り、最も1日平均通過辞任が少ない、新伊勢崎駅伊勢崎駅間が5443人で、北千住駅小菅駅間の1%程度となる。2006年3月18日のダイヤ改正までは、昼間の料金不要の速達列車は6両編成で、運転されていたが、 原則 70km 以上を超えるロングラン運転を行っていたことから、蒸気のような通過自民の変動を大きく受けていた。複々線区間は輸送力不足であった反面、単線区間は輸送力過剰であった。2003年3月19日のダイヤ改正までは、日中に、東武動物公園駅、大田駅間で、通過運転を行う料金不要の速達列車が、 毎時一本運転されていたが、もともと日中の運転本数が、毎時三本程度と少ない区間であり、緩急接続を行わないため通過駅の利便性を低下させる要因となっていた。現在のダイヤは、茎駅と立林駅で運用を分離し、運行区間と時間帯によって、編成数を3両編成から10両編成まで分けることにより、 適正な輸送力の確保と車両運用の効率化が図られている。近年の輸送実績を下表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。特に記述のない駅は両方向の列車の対比が可能である。また、回送列車のみ使用する。 対比線が、西新井駅、春ス部駅、東武動物公園駅、足利市駅に存在する。かつては、大袋駅、鷲宮駅、川又駅にも対比線が存在したが、千元台駅、久喜駅、羽生駅に対比機能が集約されたため、現在は、河川や線路が撤去され、二面二線構造となっている。特に記述のない駅は、伊勢崎方面のみに設置。また、 複々線化工事の進捗に合わせて、暫定的に、越谷駅に留置線が設置されていた。かつては新伊勢崎駅にも留置線が存在したが、高架化により廃止された。復活、営業再開した駅を除く。休止、廃止日は、最終営業日の翌日。以前の北千住駅では、東武伊勢崎線は、東武線、東京メトロ日比谷線は、 日比谷線と表記していた。愛称導入後は、東武スカイツリーラインと表記されている。伊勢崎線は1899年、東武鉄道で最初に開業した路線であり、東武鉄道の社名はこの時に開業した北、千住駅区域駅間の地域を指す、武蔵区に東武に由来する。このことから現在でも、発祥区間を中心として俗に、東武線と呼ばれることがある。 これは、東武鉄道が、複数の路線を有する、大手事業者になる前の名残でもある。また、会社自体にも、発祥路線意識が滲み出ており、1990年代までは、駅表札に関する社名表記では路線によって、東武線、東武の打線、東武東上線と統一されず、発祥区間を持つ伊勢崎線を中心とする路線に、絞って、東武線が使われていた。 2012年の愛称導入以降は、東武スカイツリーラインと呼称されるようになった。他社線でも東路線愛称区間への乗り換え案内においては、同様に、東武スカイツリーラインと呼称されている。不動産関係の広告では、伊勢崎線の東京都足立区埼玉県までの主に、日比谷線直通の普通列車が走る区間の場合は、意図的に、 東武日比谷線と呼んだり記載したりしていた時期があった。これは、東武伊勢崎線という名称よりも、都心直通をアピールできる、日比谷線の名前を利用したことによるものだった。それゆえ、昔の不動産広告には、日比谷線八塚駅徒歩4分、地下鉄日比谷線総加駅徒歩7分、東武日比谷線竹の塚駅からバスで10分などの表記が見受けられた。 現在見受けられなくなったのは、伊勢崎線からの半蔵門線直通系統が新設されたことにより、日比谷線直通のみをアピールする必要がなくなったことも一因であった。また、新聞折り込みの求人広告誌、求人ガイドに、東部日比谷沿線版があった。一方、押上駅引船駅間は、東部伊勢崎線の一部であるにもかかわらず、 都営バスの自動放送や車内 LED による押し上げ、押し上げ駅前の両停留所での乗り換え案内で、東武線は案内されず、都営地下鉄浅草線、地下鉄、半蔵門線、京成線が案内される。同様に、浅草発着列車の車内放送や引船駅での乗り換え案内放送では、地下鉄、半蔵門線と案内されることが多い。立駅北は、 足利市駅、大田駅、伊勢崎駅以外自動改札機設置駅がないが、2007年3月18日に IC カード、パスモサービス開始により自動改札非設置駅には、簡易型パスモ読み取り機が設置された。ありがとうございます。